元キングプリンス平野の仕様、株式会社戸ベで躍動する注目の存在感。こんにちは、尊敬する読者の皆さん。滝沢秀明氏が率いる、株式会社戸ベに参加した元キングプリンスへの平野仕様が、エンターテイメント業界における圧倒的な存在感を放っています。 彼の SNS 上での活動はまだ始まったばかりですが、その注目度は非常に高いものとなっています。今回は、平野仕様の戸べでの活動や SNS 上での魅力に迫り、その未来への期待について詳しくご紹介いたします。平野仕様の戸べ参加が注目される理由2023年8月14日の午後の4時半過ぎ、平野仕様は初めてのインスタライブを行いました。 その瞬間、約36万人もの視聴者が集まり、その注目度の高さが明らかになりました。このライブ配信の中で、平野のスマホに着信があり、相手はシクストーンズの森本慎太郎であることが判明し、ファンたちに大きな話題となりました。とべに合流してから、 平野の公の活動は主にインスタグラムでのものとなっていますが、それでも彼のインスタグラムの扱いは非常に巧みです。一部の芸能関係者は、最初は平野が投稿した写真から彼の行動や食事内容を特定しようとする熱狂的なファンたちが物議を醸したこともあると言います。しかし、これは彼の人気の証拠であると同時に、 彼のインスタグラムストーリーズの質問機能を使った投稿が非常に面白いと評価されています。ファンからはもっとやってほしいという声が多数寄せられ、平野の魅力がより多くの人々に浸透しています。さらに、これまで主に女性ファンが中心でしたが、男性ファンも増えており、幅広い層から支持を受けています。 平野紫仕様の音楽活動への期待とべに参加する際、平野紫仕様はライブをやりたいと語っていました。同じくとべに合流したイムップはデビューを果たしましたが、平野にはまだ公に発表された音楽プロジェクトはありません。しかし、音楽関係者によれば、平野はエンターテイメント業界での注目を集めており、音楽活動についても慎重に進めているとのことです。 彼の音楽活動についての期待が高まっており、将来的には音楽面でも大きな成果を上げるでしょう。結論もとキングプリンスへの平野仕様は、株式会社とべでの活動と SNS 上での存在感によって、エンターテイメント業界において注目されています。 彼の SNS 活動は熱狂的なファンから多くの支持を受け、音楽活動についても期待が高まっています。彼の今後の動向に注目し、その活躍を期待しましょう。最後に、平野紫仕様のファンの皆さんに向けて、彼の今後の成功を願っています。彼の才能と魅力はこれからも多くの人々を魅了し続けることでしょう。どうぞお楽しみに。以上。 ひらの仕様についての記事でした。